息子を助けてください。橋本母より。まず、ちょっとこれは何とも言えないぐらいな汚さですが、オトジバスターズ頑張るぞ。おう、おう。何この。はい、ということでお疲れ様でした。ね、かなり綺麗になったでしょこれ。見てください、最後ね、掃除機もかけてこんなに。だって本当。本当にね、あの細かいゴミがすごく多かったですもんね。チクチクした。なんか刺さっちゃってますからね、それね、完全に。あの替え玉のディレクターピンキーに関してはもう裸足で入っちゃったもんだから痛い痛いっつってね、本当大変でしたけれども、無事なんとか皆さんの協力を得てお掃除バスターズ第2弾もこんな綺麗になることができました。ありがとうございます。はい、イエイっていうこのウェイのテンションがもうすでに下がってる。いつもよりも倍以下です、このテンションが。トーンがもうほんと低い。これやっぱ本人に物申した方がいいですよね。もしもし、橋本さん。何言うの、しなくて。だってね、橋本さんのあのお母さんから手紙来て。来ないよ。え、ほんとほんと、え、嘘、来てますよ。嘘だよ、そんなの。え、だって息子のなんか助けてくださいっていう手紙が母ちゃんのとこに届いたの。そんな大のスクープみたいな依頼ない。おお、ほんとだよ。これ俺が書いたって偽手紙なんだよ。え、マジで。大関さんなの。ちょっと、はいはい、知らなかった。でも前よりかマシでしょ。前よりかマシだった。そうでしょ。うん。それではここで一個お願いします。あ、かえちゃんへ、4月を過ぎたんだからほっといて。ねえ、4月過ぎてもほっとかないぞ。かえちゃん抜群の高速力。はい、ということで、まあ、今回綺麗になりましたけれども、同じ部屋で第2弾じゃないですか、はい、第3弾ある前にどうなるかっていうところありますけど、第1弾第2弾1年越しでこの感じになってるので、一体やっぱ治るのかってところはありますけれども、替え玉的にここで一句。橋本さん、早く帰って掃除しよう。ありがとうございます。早く帰ってこう一緒に掃除するっていうのも今度ありかなと思って、こういつも私たちが掃除させて橋本さんに見してみたいな感じじゃないですか。ちょっと今度は一緒に掃除できるようにいろいろ見ながらね、これは何人に使ったのとか、これは何のために持ってるのとか聞きながら、やっぱ一個一個ちゃんと吟味しながら掃除していくっていうのも必要かなと思いました。しかし、替え玉の皆さんにはここで、かえちゃんにお掃除してもらいたい人を大募集中です。せっかくなんで、あの第1弾、皆さんの第1弾お掃除バスターズ、出張お掃除バスターズをしたいと思いますので、ぜひともコメント欄にですね、替え玉見てます、お掃除してもらいたいですという方はぜひとも、連絡をください。かえちゃん出張お掃除バスターズ大募集中です。みんな待ってるぜ。おう、ちょい、ちょっと上がりきれてないけど。